本観光社、プレハーノフ記念ロシア経済アカデミーは、ロシアモスクワにある国立大学。略称は、創立100周年を記念して、ロシア郵便から発行された規定、別観光社がデザインされている。1907年、ロシアで最初の商業専門の高等教育機関として創設。以来、国内産業の発展に伴う経済、金融、 商業の専門家に対する需要に対応し、高い能力を持った人材を育成する役目を果たしてきた。創立時の名称は、モスクワ商科大学。1919年、モスクワ国民経済大学に改称1924年からは、経済学者、デオレディ・プレハーノフを記念して、大学の名称にその名が付けられるようになった。1961年、 モスクワ経済大学と統合。1991年、ロシアソビエト連邦社会主義共和国閣僚、会議令によりアカデミーのステータスを与えられ、ロシア経済アカデミーに解消。ロシア経済アカデミーは、経済系の大学としては、ロシア最大である。延べ1万3000名の生徒と700名以上の教授が在籍。海外の70以上の大学と協定を結んでおり、 毎年多くの留学生が学んでいる。日本の大学では、明治大学と協定が結ばれている。絵は及び FMD のメンバー。キャンパスは、モスクワ地下鉄、セルプホーフスカヤ駅のそばにある。旧本館校社インターナショナルビジネススクール2001年、ロシア経済アカデミーの一部所だった、国際教育家庭局を改祖する形で誕生した、学部。通称 IBS。 IBS の授業はすべて英語で行われる点が特徴。経済学学士課程を修了した者は、ファイナンスまたはマーケティングの専門家課程に進むこともできる。2006年からは経済学習士課程が開始された。ただし、経営学習士課程ではないため、卒業しても MBA は与えられない。一部の協定校とは、ダブルディグリープログラムの合意があり、二つ以上の学位の 取得が可能である、公式サイト、ありがとうございます。